前回作ったこの下地を使ってレジンを作っていきたいと思います。今日はこのパーツを使って作っていきます。この輪っかの部分は必要ないので切っておきます。最初は枠の中にレジンを流していきます。そしてここにパーツを置きます。そして飾りを入れていきます。上からレジン液を流します。一度硬化していきます。固まったので残りのレジンを流していきます。
ここに飾りをつけていきます。月を入れました。残りの飾りを入れていきます。最後のレジンを流していきます。動かしていきます。固まったので出来上がりです。